一つ目の謎は、なぜ彼がディポリの部屋で毒入りのワインを飲まなければいけなかったのか。片腕のバンテインの話を静かに聞いている。目の前の症状に探偵は続けた。理由は簡単、彼はあの時死ぬべき定めと決まっていたのだから。さあ犯人は誰？君は答えを知ってるね。だって君の目の前で全てを取ったのだから。さあ犯人は誰？君が答えを言わずとも僕が教えてあげよう。この事件の終わりを。二つ目の謎は、彼らが海へ落ちたわけ。ほんのぼに彼らの中に犯人がいたのか。衝動はポケットの中、忍ばせたナイフを握る。断面は昼立つ、まだ話し続けてる。たった一つだけ狂った計画、事件に巻き込まれたもう一人の探偵。さあ犯人は誰？探偵は小五郎の手から琴の投げに叩き落とす彼女の最後の手段。さあ犯人は誰？ほら君のすぐ目の前にいる、その名前をさあ言ってごらん。この僕の名前を。本当は君に知られたくはなかった。せめてもの情けだ、逃げるなら今だ早く。さあ犯人は誰？答えは一つとは限らない。それを確認する術も、もう聞き消えてなくなる。さあ犯人は誰？ほら早くしないと僕の手が君を崇めてしまうよ。もう時間がないんだ。さあ犯人は誰？君は答えを知ってるね。だって君の目の前で全てを取ったのだから。さあ犯人は誰？ほら君のすぐ目の前にいる、その名前